林哲司と半田健人がお送りする昭和音楽堂。今回は。今回はですね、はい、歌い出しが。ああ、で始まる歌なんです。歌あーであ、で。ああ、で始まる。結構あるでしょ。あるね。そういうことで、ちょっと。はい、曲を集めてみました。ああ、の特集ね。ああ、の特集です。はい、お楽しみください。はい、皆さん、いかがお過ごしですか。作曲家の林哲司です。昭和歌謡を声の会する俳優の半田健斗です。 さてオリンピックも終わりましたけど、はい、なんかね本当にオリンピック夜中楽しいんで,、えー、で暑さで寝れなくて、はい、終わったらどっと疲れにまましたね <laughs> 本当にまあ、ね、それだけ熱を入れて、ねうん、応援したくなってしまうというでオリンピックも、ねあのうん、ニュースでねそういうい朗報を聞くっていうよりも。はいはい ニュースで聞くとね、うん、変な話、やっぱりそれがメダルの色によって、テンションって結構左右されちゃうんですよね、うん、で臨場感って、やっぱりそんなに興奮するっていうこともあるから、ね、それをね、うん、まあライブで見てたりとか、生で応援してると、うん、それがたとえ何の色のメダルであろうがね、うん、メダルに届かないであろうが、そこに行くストーリーを見てるわけじゃないですか、すそうそうスポーツってやっぱりーー、ね、そうなんですよ、結果じゃないんですよね、つ、うん、くづく今回そう思いました。そうそうでもさ あのー、まあ音楽も3分間のドラマとかあって、えー、まあ言われるわけですけど、はい、4年間ずーっと。 と自分が精進してきたことがね、えー、一瞬のうちに終わってしまうっていうのはこれまたすごいよね。すごいストイックな世界ですよね。ま皆さんもあのご覧になっててねいろいろ感じるところはあったと思うんですけど、ただ本当にあの勇気をもらったっていうね感じはありますよ、ね。よやればできるという、うん、ですね。はい、それがスポーツの魅力ですね。ですね。はい。さて、えー、静岡市清水区のラジオネーム雨色さんからお話きをいただきました。 林さん半田さんこんばんは,こんばんは毎週楽しみにしています昭和の後半を代表する音楽番組というとザベスト10が欠かせませんですね,ね、えー。SBS テレビの追っかけマン上原隆男アナウンサーをゲストに呼んで <laughs> <laughs> 裏話に花を咲かせてくださいそして松田聖子さんの最最高も話題になりましたねそこで あーから始まる歌の特集というのはいかがでしょうか、聖子さんの青い珊瑚礁や、北の国から大、大都会そういうことですね。あーってあの、没頭から始まるってことですね。同時に、これはサビから始まっているということもね、確率論として。 だから例えば川の流れのようにとかは違うってことですね今回のテーマは、うん、あれはサビからそういう曲賛成いっぱいあるんだろうけど「うんうん、まあ」からとにかく始まるということでですね、うんえー、リクエストいただきましたけど、はいえー、お二人の番組が長寿番組になり全国に広がっていくことを願っています,いすありがと。うございます、はい 長寿番組。林先生もご長寿で。なんだよ、それ。いらしてくださいよ。長寿。現役20年。現役20年。あので、ディレクターも健康じゃないといけない。ディレクター変わればいいの大丈夫だって。大丈夫ですか。はい。さあ、えじゃあ、母から始まる曲ね。ちょっと探してみましたでね。30分。お楽しみください、よろしくお願いします。 いや本当に爽やかだよね、これは売れそうですね、うそうです田君言ってたけど、サビでということでね、やっぱりああって始まると、盛り上がるっていう、こう、そうですね、やっぱ声も出やすいでしょうし、でもね、この曲はね、もともと作曲の小田裕一郎さんが、小田さんって、ギタリストであり、歌手でもあるんですけども、小田さんがご自身の曲として書かれた曲で。 自分のアルバムに入れようと英語がついてたんです最初あそうなんだで「ボサノバだったらしいですよ「チャッチャースチャッチャ」で「チャッチャズッチャチャッチャースチャッチャちゃみたいな感じでで松田聖子さんに曲が渡って渡ってアレンジされて日本語の歌詞が載ってということですねだんだかだんだかだんだん始まるわけですよねこの曲は当時としてはほらアイスクリームのね CM に使われてましたけど最近はここ近年 えっとフカケンのお酒の CM に、ねはい、使われてましたね。そうですね。なっていましたね。うん、でも全然その三十年も前の歌でございますけれども、今のえと。うん ママッッチチしししててまたよよねねる古い曲だなっていう感じはあんまりしない、今でもやっぱり本当にこう、青い抜けるような青さの海が見えてくると、この曲はもうびったし合うという感じですから、僕も飛行機の機内でこの曲を聴いたときに、なんか雰囲気合いましたけどラグーンが、こう、瑚礁が見えてくる、上から俯瞰した感じですよね。この曲は、ですよ1981年の春の高校野球の入場行進曲、そうですか。 テンポってででもも曲にするるとどうななのかなまあでもね寺尾輝さんの「ルビーの絵」更新曲になったぐらいですから <laughs>、ねまあ、よく何でもなる、ね、アレンジするって、ねはいうね更新のためにアレンジするっていう感覚もすごく大変ですから2ビートのね,ねマーチで選考委員会ってどうして選ぶのかなやっぱり代表曲としてまあその年を象徴する曲であることと、うんうん、あと健全であること,とあなるほど。 健全であることね健全だもんねこの曲健全でもルビーの指はちょっと大人の色気がありますよねルビーの指はちょっとちょっと分かんないねちょっと分からないですなんか球児とあんまりイメージがねわないですまあでもそのぐらいヒットしたレコード大賞曲ですまあ誰もが知ってるというい。続いては続いてはですね続いて「あー」で始まる曲はいちょっと探してみましたけどチューリップのね心の旅ああ <laughs> あ今上がる、あかんてでしょ。<laughs> ああ、ね。明日の今頃はですよね。そうですよ。この曲もね、やっぱりあの、どうなのかな、これ、歌詞を書く段階で、はい、日本語ってその、英語と違って、音例えば、1音符に対して。えー 一つの意味をなさないよ。ああ、そうですよね。ね英語とね、解釈が違いますからね。すると例えば、ああとかっていうのは簡単符としてポンって入れられる。そういう意味で考えると、比較的にその作詞家が言葉がそこから始めて詩を書くのか、それともああを一回入れてから書くのかっていうのは重要な問題です。全然重要ですね。<laughs> 問題だよね。おそらく四人出てるさっきのね、聖子、うん、さんの歌にしても曲が先にあって、はい。 でそこの伸びを生かすために言葉じゃない何かを入れようと、うん、でそれで「あ」が良かったんじゃないか財津、ねまあ、さんの場合は作詞作曲同時にされ、まあ、同時かどうか分かりませんけど、うん、まあ作詞作曲が同じ方ですのでね、うんまあ、どのような作り方されたか謎ですけども、うん、そうですね、あのーうん、英語で言うと「おう」とかねそういう使い方でポップスですから、うん、そういう使い方でやったのかもしれないですけどじゃあ聞いていてだきましょうか、はいえー、1973年の作品ですね「心の旅チューリップ」。 これもサビデで,で,ですね、うん、そしてこれもいかにも売れそうですね、はい、チューリップといえばもう公然とビートルズフリークだっていうことも財、ね、産、うん、さん自身が、えー、フリークですからわかりますけどあのハローグッバイの感じがすごく伝わってきますねそうですね、うん、でもやっぱり日本のね、えー、いわゆる土着臭といいますかそこがやっぱり上乗りすることによって。うん ビートルズとはまたた違っ僕なんかその、うん、財津さんがビートルズフリークだとおっしゃってるから間違いないんでしょうけどとはいえチューリップはチューリップでしょうっていう色はすごく感じるんですよね僕は、うん。あのさあのこれは当時ですよ、えええー、まだニューミュージックユーミンが出てきてニューミュージックっていう言葉が始まるんですけどフォークっていうジャンルに 入れられらてたんですよそうですよねフォーク<う>、うん、で僕たちはねちょうど僕は雑誌の編集音楽雑誌の編集やってたんですけど、はい、進行ですよねこのチューリップはそうですねでこのアルバムをね、はい、アルバムがチューリップの初最初のアルバムを来た時にねえー、ついにこういうグループが出てきたのかと思ったんだけどフォークのカテゴリーに入れられてたっていうのもすごく抵抗感感じた覚えがあるあどっちかっていうとロックだってそうですよね,ねでもその当時ってほらまだ J ポップだとかさ、そういう言葉とは全くないから、どこでこう線を引いていいかっていうのはね、わかりにくくて、多分方新しいものみんなフォークに入れてしまうみたいなところがあったんじゃないか。髪が長くてベルボトも最低ですからフォークだね。みんなフォークだ。ギターヘラギギター持っててもフォークだみたいなね感じだったんじゃないかなと思いますけどね。はい。不変の名曲ですね。さあ、ありとこういう感じで探していきますとね、割とあるんですよ。でまさに あ今2曲お送りしましたのは「あ」って伸ばしてるじゃい,はい、はい、ちょっとスタッカート気味にね「あああ,あ,あっ」って切ってる<あ>そういう曲が、ね、<laughs> あるんですね大ヒット曲ですよこちらもあ言われてみればそうだなという感じですお聴きくださいピンク・レディーの「渚のシンドバッタ」ですどうぞこれも印象的なですよねやはりサビから出る歌ですね、うん、どううしててもなんていうかなその あーから始まるとサビのメロディーを書きたくなると思ううん確かにねいきなりあの例えば落ち着いたところの出だしたとすると「うん、あ」ってあまり入れないもんねどちらかというとほら低めのところ確かにそうですよねどうしても苦し紛れにい、ね、<laughs> でと盛り上げたい時にわーって出てくるもんね、うん、自然にねうんそうですねでもあ,のあれかな作詞作曲を同時にやってる場合っていうのはねさっきも話に出ましたけど、はい まあどういう言葉を自分が持ってこようが、その簡単譜であろうが自由じゃない、はい、でも、作詞家の人は、そこの部分っていうのは、例えばそこであを使ってしまうと、その後使う言葉っていうのが、うまくはまるかはまらないかによって確かに、一番、二番で、そ,そうそうそう、だかす大事ですよね、その特にサビの出なんていうまたね、一番最後で店長でもして、もう一回来ますからね。 まあいかがだったでしょうかかそのあーから始まる他に何か始まる曲ない、まあおーとかあですね歌中だとね、っいっぱいあるんだけどね、はい、でもねあ、歌中で申し訳ないけど、その、あーっていう発音で、はい、現場でね、僕ね、驚いたのは、そのあーのニュアンスを一言でイメージを作った歌手は、松田聖子さんでしたよ。はいほう 松本隆さんがで「そこのああ」ってもうちょっとポップっぽくさ軽く「ああ」って歌えないって言ったら見事にそれで次の瞬間「あ」がポップになってましたからね感がいいですねまあいろいろ曲のこうなんていうか特徴ってありますけど「はい、ああ」ではないまた次のなんか言葉から始まる「ああ」か, <laughs> から始まる「<laughs> <laughs> いい」から始まるとか <laughs> 何々から始まるっていうのはあるかもしれない、うん、いろいろね 面白いいですねこういうのも、うん、そんな企画をぜひ、お寄せください、はいえー、企画もお寄せください、そしてですね、YouTube を使ってわれわれのトークをお届けしようということで、そうなんですよ、ねえー、今、この番組のホームページ、YouTube 枠作りましたのでね、そこからアクセスいただくと、僕たちのラジオに載ってない部分の未公開部分のトークを聞いていただくことができますと。うん、インターネットでもあの結構最近あの 見てますよっていうようなですね嬉しいですはね切り捨てられていたホルモン部分ですけども我々のそれを味わっていただけて何より光栄でございますね余計なこと喋られなくなっちゃうねうんそうですねさすがにその辺はディレクターがちょくちょくしてくれるとは思うんですがお寄せくださいねそういったご意見もねえとそれからですね YouTube へのご意見はもちろんですねメッセージや聞きたい曲のリクエストなどどんどん送ってほしいんですがまたプレゼントのですね これあのプレゼントしてますけどね、はい、今月31日、出着で、えー、ご応募ください。よろしくお願いします。はい、31日といえばですね、私の方も締め切りがありまして、はい、そうだよね、はい、僕の、えー、プロデュース企画でやっております、うん、アイドル募集オーディション。いいい子いましたか、えー 選考はですね、9月にさせていただくということなんで、今は本当に募集を募っている最中なんですが、それが31日までの受付となっておりますんでね、13歳から20歳までの将来、アイドルになりたいという女の子限定ということなんですけども、今回は、ぜひご興味のある方は、私のところに応募してください。ウェブでね、サイトも立ち上がっておりますんで、半田健斗オーディションでそのページに行くと思いますんでね、よろしくお願いします。はい さあお便りはお聞きの放送局の林哲二半田健斗の昭和音楽堂の係または郵便番号422の 8680SBS ラジオ昭和音楽堂の係ファックスは054 05 28の287の5555054の287の 5555e ー a i は音楽堂アットマークデジ SBS.com でお待ちしております、はい、また SBS ラジオの番組のホームページからもリクエストできますので昭和音楽堂で検索してみてください、はい、よろしくお願いします 林哲司、半田健人の昭和音楽堂お相手は林哲司と半田健人でしたそれではまた来週さあいかがだったでしょうかはい、まあ、曲はねお届けすることがないんですけども、はい、番組のトーク部分の雰囲気というのは 味わっていたただけんじゃないいでしょうかろいろ我々もね曲がかかってる間いろいろなおしゃべりしてますそうなんですよねその間のトークこそが実は一番おいしかったりするんですマニアックすぎるそうですねさあところで昭和音楽堂この番組ですねもっともっといろんな方たちに聞いてもらいたいっていうころあるんですよねそういう方たちはどうすればいいのかということでね一番ですね簡単でありながら実はこれが一番効くんじゃないかというのはですね皆様がですね えー、地元の放送局最寄りの局にね昭和音楽をぜひやってください、うん、というとそうなんですそのお言葉がね、はい、曲を動かすんです、うん、お願いします,お願いします切実に <laughs> <laughs>